磯貝由紀氏は、X リーグ IBM ビッグブルーでプレーしていた元、アメリカンフットボール選手。ポジションは RB。身長172センチメートル、体重83キログラム。千葉県の田市出身。江戸川学園取出高校にて、アメリカンフットボールを始める。高校時代は、RB、LB、P、K、レッドを兼任し、キャプテンとして、 チームを引っ張る。立命館大学経営学部入学と同時に、立命館大学パンサーズに入部。大学1回生より RB として、レギュラー出場。瞬速タイプのランナーである。大学4回政治キャプテンに就任。春シーズンは、リハビリ生活を送る。リハビリ期間中にトレーニングに励み、ベンチプレス 160kg を記録。秋には戦列に戻り、 レギュラーシーズンを戦う。ライバルである関西学院大学戦では ASQB である高田哲夫が怪我によって負傷。その直後、高田に代わって入った同級生の杉田圭介からのパスを受け、これが一気に勝利の流れをつかむタッチダウンとなった。結果48、14で勝利し、関西リーグ優勝に輝く。なお、感覚の十八失点は、 総武以来のリーグ戦における最多失点、得点差34点も同様にリーグ戦最多得点差という記録的な大敗であった。その後、甲子園ボールにも勝利し、大学日本一を達成する。その年のライスボールでは、社会人チャンピオンチーム、オービックシーガルスに勝利し、立命館大学史上初の日本一達成となる。 ここから立命館大学パンサーズの黄金期が始まる。2003年 X リーグ IBM ビッグブルーに入部。X リーグ公式戦5試合出場92回412、ヤード獲得し、ルーキーながら、セントラルリーグのリーディングラッシャーを記録する。その後2005年、2006年オフェンスキャプテン。2007年、2008年チームキャプテンを務める。個人記録。 ありがとうございます。